皆さん、こんにちは。シーラブリンナーネラタイムの時間です。この番組はエンジェルセラピストリンがお届けいたします。私はうるま市のシーラブというお店でエンジェルカードリーディングセラピーやお客様に合ったパーストンブレスなどを作成しております。この番組ではエンジェルカードセラピーを通してのお話や皆様がハッピーになれるような役立つお話をしていけたらと思っております。また、この番組ではメッセージも募集しております。 メールアドレスは 761.fmcoza.jp FM コザではユーストリームとツイキャスで映像音声も配信しております FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいまたお悩み相談やご質問などがありましたら遠隔でもリーディングできますので皆さんお気軽にメッセージの方お待ちしております 本日はあのマリアオラクルカードといって、まあ、聖書の中に出てくるあの聖母マリアなんですけどドリンバーチューはエンジェルカードの著者ドリ心理学博士のドリンバーチューっていうんですけどドリンバーチューはもともとクリスチャンでもあるのあるんですけどでもやっぱり天使のカードもあればもちろんこの。 いろんな神例えば日本の神様とかいろんな神のカードとかもあってその中でイエスのカードもあったり聖母マリアのカードもあったりして聖母マリアのカードはやっぱりなんかそういうちょっとこのなんか誠実さだとか優しさとか思いやりとかなんかそういうのがすごく伝わってる来る。 メッセージの内容ですので本日はそのカードをつく使って、えー、番組をお聞きの皆様にメッセージをお届けしたいと思いますそれでは本日のネラタイムもお楽しみください 今週のリンのコーナーナです今週はですね、えー、日曜日にあの元部町泉まで行ってきたんですけど何しに行ってきたかっていうと一応ヒーリングセッションを受けに行ったんですよ。なんかたまーにに本当に 今回2年ぶりぐらいに行ったんですけど、あ、たまにこの自然とかにもよくいろいろ浄化しに行ったりするんですけど、今日はそういった浄化も含めて、で、久しぶりに人のセッションを受けてみようと思って、っていうのはやっぱり最近ちょっとこう、いろいろ感情とか私も溜まってきてるのを感じていたので、そういった感情とか、 いろんなものをすごく浄化したくてそれでヒーリングセッションを受けてきたんですけどやっぱり受けてきてよかったなって思ったんですけどなんか感情ってその人がこう抱いてる思いでなんか不安とかいろいろ皆さんあると思うんですけどそれは正直もう幻というか自分が感じてるだけなのでそういった感情を本当に抜きで。 本当にこう、本来のありある、ありのままの自分というか、まあ、なんて言ったらいいんだろう、こういうスピキの世界では神の、なんて言うのかな、この、本来の魂とか神、なんていうのか自分自身を神で表すと、本当にそういう、ありのままの姿とかね、なんか、 そういううい感じで言うんで言んすけど本当にそういう自分本来の自分の姿でいたらそういった恐れとかもなくて本当にただあるがままただ愛が溢れてるだけっていうことらしいんですけどなんか本当にそういうヒーリングセッションを受けてる間は本当にそういう自分の感情がやっぱそういう本当に何にもないあの感情も何にもないただ なんか幸せみたいなそういった感情がやっぱりすごく湧き上がってきたのでその感情で常にいられるとやっぱり人間は何が起きててもいつ,いつでもこう安心安定本来の自分でいられるので私もいつでもそういった自分になりたい思いでそういったセッションを受けてきたんですけどすすごく良かったですまたこれが自分のリーディングにもいい結果となって現れたらなって思っているので。 はい良かったですあとですね土曜日はあの FM コザのビアバイキングも行ってきましたあの青野軍団さんとも初めてお会いしたんです今日聞いてくれてますかね何名かあのお会いすることができたのですごく楽しかったです私も友達とかと行ったんですけどみんないろいろ抽選も当たってとっても楽しかったですはい以上今週のりんでしたそれでは一旦 CM 入ります 西サ園エン。へー。隣のフナさん、はじめましてですか。隣のフナシさん、はじ、ね、め。あ、FM 講座自体も初めてですか。あ、本当ですか。<laughs> 青の軍団さんでかかったので、あ、シーサさん会ったことあるんです。 でかいっすね。<laughs> <laughs> アネラタイムをお届けしております。えー、コメントの方をご紹介していきます。コーダクミファンさん、リンさん、山内さん、こんにちは。こんにちは。えー、冷たいお茶どうぞでスタンプまでありがとうございます。暑いですからね。スタンプだけでも、あの、冷やされます。ありがとうございます。隣のふなっしーさん、はじめましてですかね。こ、えーと、ん誰に対してお久しぶりですっていうのは、コーダクミファンさん一応、あのー、 はじめまして。よろしくお願いします。ルドルスさんから。ハイサイ、こんにちは。りんひめ様。山内さん、今日もよろしくです。車の中で聞いてますよ。ありがとうございます。ぜひぜひ最後までお楽しみください。えー、あ、本当だ。やっぱり、コーダ組ファンさんなんですね。お久しぶりですって来てるので。そうなんですね。はい。ということで、サボさんから、泉は余辺の味菜園しか知らないなーって。ごめんなさい。初めて聞きました。山内局長、知ってますか余辺の味菜園って。 有名なんですかへ、ぜひ今度行ってみたいです、また一応、あのー、行くんですよ、来月ぐらいも、泉まで。うん、で、その時そんなにこの泉に何がある、あ,あの桜とか、八重岳は泉のあっちはどこですかね、とかでは元部長有名ですけどね、なんか泉、あまり、パあパンやりました、あとみかんとか、いろいろありましたね。 ぜひまた行きたいと思うあとまたあのー、今度はあの浄、ー、化しに行きます <laughs> なんかいろいろあのー、そういうなんてオンなんエステみたいなんていうんですかデトックスのそういうのもあるんですよはい、あのー、興味持った方直接メッセージいただければ教えますので。 はい、ということで、じゃあ本日のテーマの聖母マリアカードからメッセージをお届けしたいと思います。あごめんなさい、シーサーさんから青の軍団さんはでかかったのではってきてますけど、あのー、でかかったですね。アー,ズーさんが言ってた、アーズーさん。月曜日の。月曜、あ曜日ああ,あのー。 わかります。私とアイス、あ、わかります。アーズさん、私もお挨拶しました。あーあ、あが言ってたんですね。そうそう、私も初めてお会いして、あのー、ちっちゃくはなかったですね。<laughs> はい。ということで、では、えー、マリアカードから、フォ、えーギブえまず出てきたのが、許しっていうカードですね。これは相手にも、そして自分に対してもそうなんですけど、 あのー、そうですねまず、苛立ちとかそういうネガティブな思いを相手にもしくは自分に持っていると本当に良くないんですよね相手というか本当に自分を傷つけるだけになるのであののー、許許しのあ許しなこういう苛立ちとかそういういネガティブな思い相手に対してそういう。 あの苛立ちととかのエネルギーがあるとやっぱり細胞スピリチュアル的になんですけどそういった自分の細胞までやっぱ傷つけられるそうなんですよ。本当に深い話になるとそういった自分を傷つける細胞でいると正直やっぱりあのちょっと病気にもなりやすかったり。ドドリーンバー,チューのカードで 大天使ラファイルの健康とか病気にいいカードがあるんですけどやっぱりそこにはもちろん食生活とかあと病院こういった病院がいいんじゃないとかあと体とかこういう動かし方とかマッサージ何がいいよとかそういうのも描か,あの書かれてるカードの中にやっぱり心境的なものも多いんですよ。 今の状況ではやっもっとないポジティブでいなさいですとかあと許しが必要だよっていうなぜそういう健康にこういう心境的なカードも多いかって言ったら本当にこの言葉で,でもね病は気からってあるように本当にみるみるうちにその自分のストレスとか なんかか不安とか例えば、まあ、江原さんの本に載ってたんです江原宏之さんの本に載ってたんですけどなんかやっぱり全部この体とこの病気になる場所全部リンクしているらしくて例えばやっぱり不安とか心配性な人は胃に来るから胃腸炎になりやすかったりそれはねやっぱりよくストレスから胃に来るっていうのはね皆さんよく知ってることだと思うんですけどほんで例えば喉我慢強かったなんかそれが腸に来る人もいればあと言葉 例えば本当にいろいろリンクしてくるんですけどのどけ自分がこう発してる言葉がやっぱり悪いと喉にくることもあればもしくはあと全然自己主張できないずっと溜め込んでる人も逆に気管支炎になりやすいあと喘息そういうのにも結構そういう心境からくる病とかも実際多いらしくてあごめんなさい許しのカードからちょっといる。 違う方向にしちゃったんですけど本当にそういう許しとかそれはとっても必要で今もし自分に対してもしくは相手に対して自分に対しては例えば「あなんでこうしてしまったんだろう」とか人間ってやっぱり絶対過ちを犯すものだと思うんですよそこから学べばいいだけの話で本当にいつまでまたっても自分を後悔する必要はなくてなんかねそういう。 メッセージが出ておりました、えー、続いてのカードはですね、えー、っとですね <laughs>、食生活系、あのね、禁酒とかアル,アルコールとかあのドラッグ、もしくはあのコーヒーとかカフェインとか、あと添加物とかお砂糖とか、そういうものをやめなさいっていうカードが出てるんですけど、実際、私もでも甘いもの、 食べているので、これ、私もすごい打ち合たりなんですけど、山内さんもやだって言って、山内さん、お酒ですかね酒、コーヒー。嫌 <laughs> <や>だ。やめるの嫌 <のっ S 2> だ。ですよね。でも、そういうエンジェルの世界では、そういうの一切禁止で、自分 <laughs>、 もう正直、やっエンジェル習っている時はそういうの一切禁止だったので3か月ぐらいはちょっと我慢してたんですけど確かに、でもそういった食生活が変わると意識までも本当に変わってくるのでねぜひぜひ皆さん私も含めてカフェイン抜きにしたりお砂糖添加物やめて自然なね食事になれるように頑張りましょう。 えと続いて出てきたのが境界線ですね、えっと、このカードはこう自分を犠牲者扱いするなみたいな感じのカードでうーん人との境界線とかそういうのも示すカードでもあるんですけどあの例えばうーん自分を犠牲者っていうのはなんか自分のこと弱いと思ってるなんか自分をネガティブな人間だと思ってたり。 うーんなんか自分本来の良さを出せずに本当に逆にこのカードが出やすい人ってどっかで自分をちょっとこう犠牲者、被害者扱いにしてるから例えばひどい時には周りのせいにしたりとかいろいろと今そういうい自分がそういう心境に陥っている時にちょっと出てくるカードでそうじゃないよっていう,こうもっとこうあなた本来のパーを出しなさい。その状況に 自分があえてこう遠慮する必要もない自分が消極的になる必要もない自分が自分をこう自分の価値を落とす必要もなくてもっとこう本来の 良さをもっとこう出してくださいねっていう感じのカードです。もう一枚いきましょうかね。Watch over. い,あのいつも見守られてるあなたっていうカードでした。このカードで安い人、やっぱりどっか不安、孤独感に感じたりとか不安視したりしてるカード、人によく出てくるんですよ。本当にこう不安の中ですごくこう、でも天使たちが大丈夫だよ。ちゃんと私たち天使はあなたを見守ってるから大丈夫だよっていう、そういった感じのカードで。 出てましたね「オープンヨーハート」も最後に出てきましたがあの愛に心を開きなさいたまに「アネラタイム」でオープンヨーハート」何度か説明してなんかよく出る感じがするんですけど本当にまあどっかで自分をガードしてる人にも出やすいんですけど例えば恋愛ではもう人を愛するのが怖いとか愛し愛されるのが怖いとか愛に心をガードしてたりですとかうーんあとはこう。 まあ本当に自分本来の力を発揮してなかったりさっきも元部長泉に行った話した時に悲力接種を受けたっていう時になんか私もこうそういう天使たちとつながった時に出てきた感情がやっぱりこの愛だったんですよ愛だけなんか別に求めるのでもない与えるのでもないただ湧き出てくる愛だけみたいなそういう自分ってやっぱり 本来のあり,ありのままの自分の愛がただ出てるだけだと思うんですけど本当になんか人ってそういう純粋の本来の湧き上がる愛があると思うのでそこを大事にして例えば自分の本当になんか好きなこととか情熱を持った仕事とか趣味とかそういうのもいいと思いますしもっとそういうのを大事にするといいようですね。コメントも来てますね。 あつ、えー、ピーさんから、こんにちは、こんにちは、スカピーさん。えー、体調いいですかね。あ、りんさん、今から美容室に行く予定ですが、髪イメージチェンジした方がいいですかいいんじゃないですか。ぜひぜひイメージチェンジしてください。きっとなんか、パーマ山内局長がパーマがいいって言ってるけど。 でもいん短いところしか見たことないんです今も短いかなちょっと伸びてきた感じだってぜひぜひ美容室行くとやっぱり運気上がるとかも言うのでぜひぜひ新たなねまたエネルギー取るためにもいいと思います幸田くみファンさんから <laughs> 砂糖系ダメなんだねそうなんですよ砂糖はね本当はあのー、ね,ね怖い言い方ですけど。 麻薬っても言われていて本当に自分の感情を麻痺させるための依存的な薬っても言われているのでコーヒーも含めてアルコールもそうなんですけどそういうのじゃなくてもっとこういい新鮮なお野菜ですとかまあ砂糖を取りたいんだったら果物ですとかそういったエネルギーを取っている方が意識ももっともっと高まって綺麗になるようです。メッセージの方何件か来ておりますのでご紹介していきます。カマラさんから こんにちは初メールです恋愛に関する悩みを見てくれますか僕は2回ほど振られた人がいるんですがまた最近関係が近寄ってきていますあちらから少しずつアプローチが来ています勘違いかもしれません僕はやはり忘れられないんですが忘れた方がいいんでしょうかうーんカマラーさんえー、でも振られた本当は好きだ で振られて今は相手から来てうんーお互い相思相愛でしたらねうまくいった方がいいと思うんですけど忘れた方がいい忘れたいんですかねカマラーさん自身は。でもね2回も振られるほど大好きな人だったら向こうからアプローチ来たらねいいのかなっていうか感じは。 しましたけど、うーん、本当の気持ちはどうなんですかね。自己主張でしなさいって出てきたんですよ。カマラーさん自身の本当の気持ちは何でしょうか。あの例えば自己主張のカードは自分の気持ちにはっきりしなさいとか、あの自分の思いに忠実でいなさいとか。 だから迷ってるっていうことは本当に迷いがなければ向こうからアプローチ来たら多分その時点ですごくいい感じにうまくいくと思うんですけどやっぱ迷いがあると自分の中でこの人じゃないっていう本当の魂がそう言っているんですかねでもうーんどうなんだろう愛情表現しなさいあとこうあの っちか,ななんかね「待つ価値がある」っても出てはいたんですよ。「行動に起こしなさい」とかも出ては来ているんですけど愛情表現かもしその人 あそのの人じゃないのかないかやっぱり過去を忘れなさいって出てきますねカードでなんかねどっかでもしかしたらカマラーさん自身が迷ってるっていうことはその人じゃないかもしれないみたいな自分の思いがもしあるとしたら、まあ、やっぱ過去,過去を忘れなさいってねのやっぱりその人自身その過去の人自身を忘れなさいとあとこれまでの自分の過去なので例えばパートナーがいる人 うまくいってるパートナーでそういう過去を忘れなさいとか出る場合はもうこれまでパートナーといろいろあったかもしれないけどもうそれこれまでの過去を忘れなさいとかそういう感じに出てはくるんですけどでも今の時点ではもっと楽観的なやっぱりあれだね過去を忘れてちょっとあとカマラーさん自身もっとこの柔軟性を持ちなさいって出てるのでなんか恋愛とはこういうもので相手のもの こだわり感があるかもしれないのでもっとそこのこだわり感を捨てるともっといい恋愛ができるようですごめんなさい時間がちょっと迫ってきているのであと何名か来ているのです少々お待ちくださいねえー、リスさんから沖縄一の美人姉妹リン姫沖縄一のもじゃもじゃ博士太郎山路さん <laughs> ああ <laughs>、こんにちは。こんにちは。私は夏になると、いろいろな部分が痒くなる、リスちゃんです。ほっといてんかお待たせしました <laughs>。 全 <laughs> 頭待望。心ときめく期待のドキドキコーナー。帰ってきたり日々のファッションチェックのコーナーです。イエーイありがとうございます。今日はお得意のまだら模様のお似合いのワンピース。ジンベイザメを意識していますね。さすが夏休みだけあって、水族館ですかさすが沖縄のチラさんですね。爆笑、カッコ爆笑。なかなかのチョイスではありますが、その髪型。今、海から上がってきたようなくっちゃくちゃの髪型。<laughs> なんとのことでしょう。ああ、残念だ。51点です。よくわかりますね。リッサん。ジンベエザメ意識してきました。さすが、シーラブ、海好きだだけあって、私、大好きなんですよ。もう、何でも知ってますね。でも、あの、海から上がってきた、ではないですね。あの、爽やかに、<laughs> 海じゃないな。入ってはない。海から出てきてはない。 爽やかに海風を浴びた跳ねてる髪型って感じですね。もう最近もう自分でもどうで、なんかもおかしくなってきてます。リスさん相手に。もうすいません。<laughs> 爽やかな跳ね方です。はい。えー、あ、スカピーさんから。今から美容室に行く予定ですが、あ、ごめんなさい。さっきと同じメールがツイキャスも来てましたね。はい。ということで。 サボさんかららら疲れたら甘いいいもの食べななと頭が回らない説本当ですよね、私もそうなんですよ、きっとそれが多分依存症になってるんですかね、なんかそういう砂糖をやめなさいとかそういったカードもあるんですけど、どうしようかな、もう1通、高額民事、あごめんなさい、地域アスの方にも来てましたね、えー、ご相談内容が、えー、っと、 彼女できそうだけどどうしたらうまくいったなっあ,えあ今彼女できそうだがどうしたらうまくいきますかっていうことであそうなんですえどんな感じなんですかあの倖、ー、田組ファンさんその相手いい感じの人がいるんですかね。コーリングやソウルメイト あと遊び心結構深刻に考えすすぎな面ああるんですかねあともっとこうフレンドシップを大事にしなさいとか出てるなんかお友達にその相談をしたりとかやっぱり何度ももっとこう、あのー、楽観的に出てくるのといい恋はなんかねもっとこう自分で引き寄せるんだよみたいなそういった引き寄せのカードも出ているのでもうちょっとね なんか遊び,遊,び遊びっていうのは何ていうのこの楽観性っていう意味でそうなんですけどもっと前向きに進んでもいいのかなっていう感じはしましたねすみません他にもちょっとコメント来ていたんですけどちょっともうエンディングになってしまったんですけど本日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたお相手はシーラリンでランした皆さんぜひぜひまた来週もお楽しみくださいさよなら。